センスセンシビリティ、1811、分別と多感は、1811年に発表された、ジェイ・オースティンの長編小説。役代は他に、知性と感性もある。ダッシュウッド家の主人は指定相続人である息子ジョンに、義母と腹違いの娘たちの講演を頼み込みつつ、死亡した。しかしジョンは、妻のファニーに言いくるめられ、一家の財産を、 結局は浴びた一文を渡さなかったために、5歳である、ダッシュウッド夫人とその娘たちは、客の立場に立たされただけでなく、期待していた援助を全く受けられなかった。ファニーの弟のエドワードはやがて同居するが、長女のエイリナーと恋仲らしきものになる。エドワードは多大な財産を相続できる、可能性がある。しかしファニーはそれも気に入らず、折り合いが悪くなった。 ダッシュ・ドッジ人たちは、いとこのサー・ミドルトンの公演を得られることになり、屋敷を離れて、バートンコテージに引っ越した。そして姉妹は、資産家ではないが、やがておばの財産を相続できるというウィロビーと知り合う。一方で、ブラントン大佐もマリアンに恋をし、拒絶されながらも、一途に思い続けている。社交好きなミドルトン夫妻を中心に、一同は社交を続けるが、 突如ブラントン大佐はロンドンへ旅立ち、やがてウィロビーとエドワードも理由もわからずに去っていった。ミドルトン夫妻の母親であるジェニングズ夫人がミドルトン夫妻の屋敷に滞在するとエリナーとマリアンは気に入られることになる。そしてジェニングズ夫人が年末にロンドンへ帰ることになると二人を招待した。エリナーは消極的だがロンドンで ウィロビーに会える期待で、マリアンに押し切られて、招待を受けた。ロンドンで、ウィロビーに再会するがすげない態度を取られ、挙句絶縁の手紙を受け取るとマリアンは絶望する。ブラントン大佐はウィロビーが自分が親代わりに保護している、女性を捨てたことを知っており、そのことをエリナーにのみ明かし、ウィロビーとマリアンが婚約しなかったことを安堵させた。一方でエリナーは、 スティール姉妹がロンドンに滞在するミドルトン夫人に気に入られたために付き合いができた。スティール姉妹の妹であるルーシーはエリナーに自分はエドワードの婚約者であることを知らせ、エドワードに愛されているとその証拠を見せる。エリナーはエドワードを諦めた。 エドワードにはすでに母と姉が資産家の女性との縁談をお膳立てしていたため、ルーシーと婚約していることがバレると、母と姉から婚約を破棄するように迫られるがそれを拒絶したために感動されてしまった。ブラントン大佐はそれを知ると自分が持つ、ささやかな生殖録をエドワードに提供した。ロンドンに滞在している意味がなくなった、ダッシュウッド姉妹は、 母の元に帰りたくなったが、ジェニングズ夫人は姉妹を気に入っているため、返したくない。そのため、妥協案として、姉妹の住んでいる場所に近いパーマー夫妻の屋敷に、ジェニングズ夫人と共に滞在する案が示され、姉妹はそれを受けた。しかしマリアンはそこで辛労から病になってしまい、一時は、生命の危機かとも思われ、ブラントン大佐が、 母親のダッシュウッド夫人を連れてくることになった。しかし屋敷に入ってきたのは、ウィロビーであった。ウィロビーは、自分の過ちのために、ブラントン大佐の保護している女性を無限に捨てた形となり、そのために、ブラントン大佐が起こったため、その話が、スミス夫人というウィロビーに遺産を残してくれそうな、女性に知られ、その話がなくなったこと。 そしてそのため金のために結婚する羽目になったこと、マリアンをまだ愛していること、などをエリナーに伝えた。マリアンが死ぬかもしれないと思って思わず、駆けつけたのだが、生命の危機はないと知り、去っていった。やがて、ルーシー・スティールが結婚したことを知るがその相手が、エドワードでなく、ロバートであったことを、エリナーのもとにやってきた、エドワード本人から知らされた。エドワードは、 自分が過去の成り行きからルーシーと婚約したこと、そして愛を失いながらも誠実さのために婚約を破棄しなかったこと。しかしルーシーは去り、エドワードの代わりに莫大な資産を受け取ったロバートが兄に対する当てつけのためか、ルーシーと結婚したことを伝えた。エリマーはエドワードと結婚し、ブラントン大佐から与えられた聖職につき感動を取り消された。やがてマリアンも、 周囲の圧力もあり、一途に愛してくれていた、ブラントン大佐と結婚した。夏季における年齢は物語に登場する時のもの。家系図ありがとうございます。